皆様こんにちは韓中国です中国の IT セキュリティ大手機構360の創始者である周光一氏は中国のハッカーは国際的なハッキングコンペに参加すべきではないと公言しましたソフトウェアの脆弱性の重要性と戦略的価値を知るためにはハッカーとその関連知識を中国国内に留めておくべきだと考えています 同のの考えはその後、中国共産党にに公式に採用されました。2018年以降中国のサイバーセキュリティ研究者は海外のハッキングコンテストへの参加を禁止されていました一方北京では2018年から天腐杯と呼ばれる中国のハッキングコンペが開催され賞金は最高100万アメリカドルを超えました 2018年の第1回天賦杯は、機構360の研究者である、超貴君氏がグランプリを獲得しました。アップル社の携帯電話の作業システムのカーネルに欠陥があるため、超貴君氏は、アップル社の内蔵ブラウザ、サファリを突破口として、遠隔地のハッカーが自分の作成した悪意のあるコードを埋め込んだウェブページにアクセスすれば、 あらゆるアップル社製の携帯電話を乗っ取ることや、犯罪グループあるいは政府が人々を監視することができることを発見しました。その後、アップルは脆弱性を修正するためのアップデートを発表しました。2019年8月、Google はハッキング活動の分析結果を発表し、悪意のある者がアップルの携帯電話を利用して他人を監視していると指摘しました。 同報告書では少なくとも過去2年間特定のコミュニティの iPhone ユーザーがハッカーに狙われデータを盗まれた可能性があるということ以外どのユーザーがハッカーのターゲットだったのかを説明しませんでしたユーザーは感染したウェブサイトにアクセスするだけで攻撃を受ける可能性がありその攻撃は毎週数千人もの訪問者に 影響を与えるる可能性があととのことです IT テクノロジーのウェブサイトであるテック・クランチは内部関係者の情報を引用し Google が言及しているコミュニティとは中国のウイグル人のことであると報じました問題のウェブサイトは中国共産党当局の支持を得た監視活動の一環である可能性が高いです アメリカのセキュリティ機関も中国のハッカーがアップル社の携帯電話のセキュリティホールを突破した後すぐに中国共産党の諜報機関に引き渡しウイグル人の監視に使用できるようにしたことを発見しました「ホーブス2019年2月」の報道によるとアップルの iPhone のほかにグーグルの Android をインストールしたスマホや マイクロソフトの Windows の OS を搭載したパソコンも、ハッカーの情報収集の範囲内にあると言います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。